なんじゃと。そんな、お坊さんが。嘘でしょ。モブ君、モブ君、返事してよ。立ちました。気力回避、フラグちゃん。俺の名はモブオ。目覚めたら見覚えのない部屋の中にいた。フラグちゃん、それにみんなも。みんな、起きて。モブオさん、何これ。おはようございます。これから皆さんにはゲームをしてもらいます。そんな、いきなり。もしかしてデスゲーム。最後に生き残った者が自由の身となります。どうやら本当らしい。そんな。なんで勝手にゲームに巻き込まれてるの。これはまずいことになったね。なんか脱出する方法はないのかな。警告、条件に違反した場合はペナルティが発生します。次に壁に触ると即死です。ガチのやつじゃん。どうすんのこれ。ゲームに挑戦するしかないってことですか。1番目の部屋はレントゲン部屋、2番目の部屋は爆音部屋、3番目の部屋は水部屋。全然想像がつかないんだけど。4番目の部屋は洗剤部屋、5番目の部屋はチョコレート部屋。チョコレート部屋。一個一層のやつが混じってますね。絶対そこがいいんだけど。それではゲームを開始します。え、もう。ゲーム開始。なんだ、くそ、取れない。これは…フラグちゃん、みんな、大丈夫？レントゲンの機械ですか。レントゲンを取り続けろと書かれた紙があります。どうやら水を飲み続ければいいらしい。つまらんな。洗剤を飲め。本気？チョコレートを食べ続けろ。こんなのご褒美じゃない。でもモブ君が危険に。変わってあげたい。俺は何をするんだ。それでは音を流します。え、音。なんだこれ、耳が破裂しそうだ。モブオさん。モブオ死亡、記録172デシベル。なんじゃと。そんな、モブオさんが。嘘でしょ。モブ君、モブ君、返事してよ。致死量、記録。どうやらこのゲーム、僕たちに致死量を摂取させて生き残れるかどうかを試してるみたいだね。致死量？なんでそんな残酷なゲームを。しかも僕たちの体は普通の人間と同じ耐久度になってるみたい。クリアしても死んじゃうから出られないじゃないですか。何か抜け道があるはずじゃ。チョコ食べ過ぎちゃったのかな。体が…早すぎませんか。まさかチョコに致死量があるなんて思ってもなかったから。ちょっと、しっかりしてよ。レンレン、みんなも必ず脱出してよね。私はモブ君と。失恋フラグ、死亡、記録、チョコレート100枚。失恋フラグさんまで。残ったら恋愛フラグさん。大丈夫か。うん、でもいよいよヤバくなってきたね。本気でどうするか考えないと。みんな死んじゃうよ。何？早くゲームに挑戦してください。挑戦しない場合は無条件でリタイアとなります。どうやら挑戦するしかないみたいだね。恋愛フラグさん、やめてください。どうせ無条件で殺されるなら僕は挑戦するね。恋愛フラグさん。せいちゃん、しーちゃん、あとは任せたよ。恋愛フラグ、死亡、記録、洗剤コップ1杯。ライフラグさん。数日後。これはいつまで続くのでしょうか。さあ、バカバカしくなってきた。力技で脱出してやる。星座フラグさん、ダメですよ。リタイアにされますよ。このまま死ぬまで水を飲み続けるのは性に合わん。それに。それに？水ばかり飲んでいたので少し用が足したくなってんだ。トイレついてませんもんね。死亡フラグよ、お主も絶対生き延びるのじゃ。わしが脱出できたらすぐに助けに行ってやるからな。セザンフラグさん。これ好きのことでわしを止められると思ったか。すごいです。さすがセザンフラグさん。違反行為です。セザンフラグ、リタイア。セザンフラグさん、セザンフラグさん。そんな、みんないなくなっちゃうなんて。せめて私だけでも生き延びないと。
なんだか私も体の調子が。死亡フラグ、死亡記録、レントゲン撮影7143枚。皆さん、でねでね、モブ君、私ね、その話はもういいよ。なんで。フラグちゃん、やっと起きたんだね。無謀さん、それに皆さんも死んだはずじゃ。やっぱり混乱してるね。ちーちゃんは電気羊バージョン 2.0 で眠ってたんだ。じゃあ今までのは。今度はみんなでフラグちゃんの夢の中に行ってたんだ。何も覚えてなかったがな。なんか美味しかった気はするけど。そういえばみんなで夢の中でアイスの後ろに行こうって、全然違う夢だったんですけど。おかしいな、アップデートされて不具合は回収されたはずなんだけど。俺の夢にしてくれてればきっと爆乳美少女が100人。フラグちゃん、どうしたの。皆さんが無事で、本当に私どうなることかと。あんた、そんな泣くほどよっぽどひどい夢だったのね。よしよし、もう大丈夫だよ。皆さん、いなくならないでくださいね。心配せんでもみんなここにおる。今回こそはって機会に細工したのに、なんでまたリア充展開してんの、こいつら。答えるまで話してくれなさそう。観念するしかないよ。黙ってるとわからんじゃろ。そうですよ。さあ言って、私たちの誰が一番なの。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめん。